池田忠夫は、江戸時代前期の大名。淡路洲本藩主、後備前岡山藩二代藩主。稲葉鳥取藩池田家、宗家二代。針間姫路藩主、池田照正の三男。母は、徳川家康の次女、徳姫。岡山藩初代藩主、池田忠次の同母弟。忠夫被慶長7年10月28日、姫路城で生まれる。 慶長13年、7歳で元服する。徳川家康の外孫にあたることから慶長15年、9歳で、淡路洲本城に6万国の所領を与えられたが、父の姫路城に泊まり、重心が政務にあたった。慶長19年、大阪の陣に出陣。序盤の木塚川口の戦いで出陣を命じられるなど、ある程度の徴用を受けている。 廃家の横川重鎮は、徳川家康から一番槍の感情を得ている。現那元年、岡山藩主である、道母兄、忠次が十七歳で創生したため、その後を継いだ。相元藩は、廃藩とされ、淡路一国は、徳島藩の八すか至る鎮に与えられた。岡山城に入ることとなった忠尾は、医療十八万国のうち、忠次が相続した母。 徳姫の結晶量10万国より、道母帝、照住や成功、照大輝らにそれぞれ分与したため、忠雄の領地は31万5200国となった。入法後は、岡山城の拡張工事や、城下町の整備、日田開発や、治水工事に努めたほか、現那六年から始まった、天下武神による大阪城改築工事に参加させられ、自らの担当場所に多古石、日古石、 振袖石というそれぞれを大阪城内で、第1位から第3位となる巨石をはじめ、その他様々な巨石を運び込んだ。そしてこの大阪城での工事を、岡山城の改修工事にも活かし、現存する、月宮倉近辺の石垣などを打ち込みはぎで築き、天売石には、石狭間を設置した。寛永7年7月11日、昭愛する故匠の渡辺源太夫が藩士、 河合いまたごろうに殺害されるという事件が起こり、脱藩したまたごろうをかくまった旗本、安藤忠親と岡山藩池田家との争いに発展した。寛永9年、またごろう中殺を願いつつ、31歳で死去した。死因は天然痘だが、毒殺されたという説もある。死後、家督は、長男の三中が継いだが、幼少だったため稲葉鳥取藩に違法された。 墓所は、清安院である。当初岡山県岡山市中区小橋にあったが、昭和39年に、国道橋建設のために、岡山市南区浦安本町に移転した。ビゼ日国とビッチュ四軍を領した忠尾は、岡山城の城郭の整備、城下町の拡張整備にあたった。岡山城については、大手門を改築し、高麗門を構えて、石垣で真型を作り、 石垣を南北にまたいで西面する渡り櫓門を建て、マス型門を作った。また、大砲に対する防衛のため、本丸諸院の段の北西角に防老と武器庫を兼ねた月見櫓を新設し、付近に火薬こと、ひ縄重要の石狭間をも設け、防備を固めた。城下町については、旭川の用水路である西川の改作が代表的で、 この西側を城下と農村の境界とした。ありがとうございます。